おはようございます。まず4日のこの記者会見の場でですね、感情的になってしまったことにつきまして、改めまして深くお詫びを申し上げます。今後は冷静適切に対応してまいります。そして引き続き誠心誠意、職務にあたり被災者に寄り添い復興に全力を尽くしてまいります。以上です。ご質問のある方、ヤフーニュースの柴と申します。大臣に質問です。今感情的になられたことをお詫びしますとおっしゃられました。しかしですね、大臣のこれまでのご発言、つまり、例えばですね、自主避難者に対して本人の責任というようなことだとか、あと、故郷を捨てることは簡単だとか、そういうご発言をされているわけなんですけども、そういった発言というのは、原発事故子ども被災者支援法、自民党も、これ賛成してますけども、これに反するのではないかと。つまり、この子ども被災者支援法ではそのいわゆる自主避難者に対しても端的にお願いいたします。要するにこの、支援すべきだと、国の責任で支援すべきだと、これまでのご見解自体にちょっと問題があるのではないかと、感じている方々、特に自主避難者には多いんですけども、それについてはどうでしょうか。はい。今支援法の関係につきましてはですね、その趣旨にのっとって丁寧に対応しているというふうに思っております。予算は全く出てないんです。すみません、まだ大丈夫です。はい、じゃあ質問があるので、すみません、IWJ の議事と言いますけれども、大臣が自主避難は自己責任だと発言された翌日に、自主避難者が多く暮らす新潟市の施設、支援施設にある男性から電話が入って、大臣の会見を見たと、自主避難者は帰ればいいという、そういう電話があったということが報じられています。で、この男性が勝手に避難しているというその考え方について、改めて大臣のご見解をお伺いしたいんですけれども、昨日の復興特別委員会で大臣は、自主避難者も事故のために避難しているにもかかわらず、自らの責任であるような印象を与えてしまったと答弁されています。この勝手に避難しているということは間違っているということですか。そういうことで結構昨日の委員会で申した通りであります。すみません、関連なんですけど、この、自らの責任であるような印象を与えてしまったという発言なんですが、結局これは誰の責任だとおっしゃったのか、その主語は誰なのか。委員会でも申しましたけれども、自らのいろんな状況を勘案しながらですね、自らの判断でやっていただくという趣旨で申したつもりでありますが、それが自己責任という言葉をに、ちょっと触れた言葉であったんで、先ほど言ったような誤解を与えてしまったということで、これについては反省しているということです。明日も被災地視察を控えていらっしゃると思うんですけれども、具体的にどうやってこう、福島の方々の信頼を取り戻して職務を全うされたいというお考えでしょうか。はい、揺れまでも福島はですね、昨日もこれも委員会で申しましたが、他の被災地以上に、大変深刻な問題を抱えていると認識はしておりますから、これ今までも、もうできるだけ、福島はですね、優先的にいろんな取り組みをしてきたわけであります。今後もその姿勢には変わりなくですね、全力を挙げて、取り組んでまいりたいというふうに思います。毎日新聞の下です。改めて帰れないのは本人の責任だ、裁判でも何でもすればいいと言ったのはどういう意味で言ったのかというのをもう一度ちょっと改めて認識をお伺いしたいのと、発言を撤回するというご意見ありますか。この何て言いますか、裁判云々の話は一般論として物事の折り合いがつかないときにこうやるんでしょうということもありますねと。そして現に前橋水災のこともあって、そういうことを淡々と述べただけだということであります。その点撤回
それについてはもうこれも委員会で、しっかりですね、こうやって、お詫びしているということで意は通じているというふうに思います。手を挙げてください。撤回するということでよろしいんでしょうか。だからこれで意は十分通じている、だから撤回するということでご理解してもらって結構です。はい、の吉田です。もう前回質問させていただいた時も原発事故なので国の責任ですよね。ですが大臣は福島県が支援をしていると、繰り返し福島県がという言葉を使っていらっしゃいました。それでもやっぱり国策の原発の事故により今回自主避難者も含め借り上げ住宅を割れるようなことになっているんですけれども、改めて福島県の支援施策からこぼれた人も、47都道府県の支援施策からこぼれた人もいらっしゃるので、そういった方に対して国が責任を持って改めて、支援の在り方を考え直すということはお考えはないですか。これはこれも委員会で申しましたが、やっぱり一番、身近におられる事情も分かっておられる福島県の方がまず対応していただく、そしてそれについて国はしっかりまた福島県なりをバックアップしていくというこの図式でですね、しっかりやっていきたいというふうに思います。朝日新聞の青木と申します。子ども被災者支援法においては国の責務として、国が移動した人たちの住宅の支援を措置するという責務が書かれております。今のおっしゃるようですと、まずは県がということでおっしゃっているように聞こえるんですけれども、実際に全国から8万人の署名、昨日も2万8000人の署名というのが集まってきているわけです。住宅支援が実際に足りないという声が集まってきています。法においては県を通じて要望を吸い上げるというのはどこにも書いていません。実際に国としてどのようなニーズがあって何をしなければならないのかというのは把握する義務があると思うのですが、その点についてのご見解をお伺いしたいのと、現に住宅支援が足りないという声が昨日おとついと寄せられていることについてどう受け止めていらっしゃるか、何か国として何かされないのか、お聞かせ願えませんでしょうか。これは先ほど言ったように国はもちろん支援しますが、その手法として一番身近にいる福島県の方にお願いしているわけです。それは何の質問ですか。法には書いてないんですけど、それはどういう、それはだから今支援のやり方のということで、一つの手法ということでご理解願えればいいと思います。国はしっかりこうやって応援をしてまいります、支えてまいります。という意見が来ているんですけど、それに会話どうするんですか。はい、フィエラーさんです。あ、その前ですか。東京新聞の中にも出ますが、先ほど来その住宅無償提供の基準についてはそれに対して大臣は先ほどからその国や福島県をサポートするという趣旨のことをおっしゃっておりますが、そもそもこの住宅無償提供というのはご存知の通り災害救助法という枠組みで行われているのはご存知の通りだと思います。でこの災害救助法というのはこれまたご存知の通り地震や津波等の災害前提とした既存の法律であって、今回新しいというか今まで例のない原発事故というのは想定してなくて、その歪みが今今回非常に指摘されております。で今福島県がやっている住宅無償提供その打ち切りというのは災害救助法に基づく枠組みで行われていて、その矛盾が今吹き出す形で避難者の方々は大変苦労していらっしゃる。だから今大臣がおっしゃるように国が福島県をサポートするという図式自体では何が問題が解決されないがゆえに今訴えがあるので、先ほど来からおっしゃっている国が福島県をサポートするということだけではちょっと納得がいかないし、そもそもっと言うと各省庁を束ねる復興庁であるがあればこそ既存の法律である災害救助法を乗り越えて新しい支援策をやってもらえないかと、そういう趣旨なので国から国のサポートということだけでちょっと納得はいかないんですけれども、復興庁として災害救助法の枠を乗り越えた新しい支援策を打つお考えないのでしょうかと、それが大臣が先ほど来おっしゃっている被災者に寄り添うということにもつながると思うんですが、その件について踏み込んだ見解を。だからこれにつきましては法の趣旨を踏まえてですね、そして今までのいろんなこの6年間にわたる対応をしてきたわけです。いろんな仕組みを作って、そういうことをまず理解していただきたい。そしてその上で
校長としてもですね、引き続きやっぱりそれぞれの方のご事情に応じて生活の再建を果たされるようにですね、全国で相談拠点を作ったり、そういう支援、あるいは帰還に向けた生活環境の整備等々をやってきているということであります。不足であるかどうかということについては、いろいろ議論があるかと思いますが、今までの仕組みとしてはそういうことでやってきているということで、理解していただくしかないと思います。すみません、フジテレビの加藤です。先ほど発言を撤回するということがありましたけど、やはりちょっと改めて、ごめんなさい、委員会で申した通りというのは、もうごめんなさい、この場できちんと説明していただきたいんですけど、何がまずくて、何の発言を撤回したのかということをきちんと説明していただきたいと思います。どういうところがまずかったのかというのを伝えます。これもさっき言った通りでありますし、また委員会でもはっきり述べておりますが、自己責任という言葉が誤ったやっぱり印象、私の意図するところと誤った伝わり方をしたということで、大変反省をしているということであります。で、自己責任は、自己責任は発言的に対して訴えるというのは一般論だから絶対しないということでよろしいですか。今日ちょっといや、だからこれも何て言いますか、一般論で言ったと、委員会で言った通りということで理解していただきたいと思います。それだから別に構わないということで撤回してせずに、その発言は問題なかったという言い方です。いや、ちょっとよくわかりませんが、この質問の趣旨が、大臣が、趣旨として、誤った印象を与えたというのは自己責任という言葉で、訴えればいいという言葉に関しては一般の人も、話したわけだから問題がないという認識でよろしいですかという。まあ問題がないとかない、あるとかそういうことではないと思いますけどね。ただ淡々と私は、まさにそういうことを述べただけだというふうに考えています。すみません、大臣、ご質問ありますか。確認がちょっと曖昧なんですよ。自己責任に関しては問題があると思ってる、誤解を与えたという意味ですね。訴えることに関しては問題がないという意味で、はい、それは一般論、まさに一般論なんじゃないですか。だから、はい、はい、福井の西中と申します。地震難のその方の住宅支援の打ち切りもありましたけれども、避難区域の解除もありました。でその中で、飯舘村とかですね、富岡町とか、避難区域、大量にまだ避難されている方いらっしゃるし、県外に避難されている方もたくさんいらっしゃるんですが、この方たちが、来年以降ですね、自主避難という形になると思うんですけれども、それについては、今のうちの自主避難の方と、避難指示区域から避難されている方が今後自主避難者になるということについては、大臣は対応はどのように違うというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。全く大臣の中でその、どういうふうな対処を、この住宅の問題とかですね、今後されていくのかということをお伺いしたいんですけども、どういう認識なのか。で、避難指示と自主避難の違いについて、まずどういうふうに大臣考えていらっしゃるか、教えてください。これは皆さんもご存知かと思いますが、要するにこの指針に基づいて一つの線引きといいますか、そういうことをやって、この区域の人はこう、そうじゃない人はこうということを決めたと、それに沿ってやっているということであると思います。こうっていうのは、日本テレビの加藤と申します。事実関係を確認したいんですけれども、昨日、福岡に自主避難者の方が抗議に来たというふうに聞いています。それについて、どういった方が対応したのかということと、事実関係を確認させていただきたいこと、これに対しての大臣の受け止め、そして自主避難の方もですね、大臣の辞任を求めているということですが、ご自身の見解について改めて見解をお願いします。はい、昨日の対応につきましては、副大臣、立花副大臣を中心に、丁寧に対応してもらっております。そして2つありましてね、担当3時間です、今言われた方は、はい、それからもう一つのやつが立花さん、それで、今この辞任を言うんですか、はい、
これについては私はやっぱりしっかり仕事をしてですね、そして一日も早い復旧復興再生に全力を尽くしていきたいというふうに思います。今ので答え漏れがあったので、自主避難の方からも抗議を受けていることについての受け止めをお願いいたします。いや、それはちゃんと受け止めております。すみません、言葉の挨拶もしますが、受け止めたというのはそれについてどう感じられたのか、そのつまり自主避難者の方もある意味傷つけてしまったという側面があると思うんですけれども、それについてはどんなふうに感じられますか。いや、ですから先ほどこの自己責任等々等を含めて大変それについては申し訳なかったというふうに思っています。辞任をしないだけの責任を取ったこれから施策を考えるということでよろしいですか。本当に自主避難の方で今借り上げ住宅打ち切りで本当に困っている方たくさんいらっしゃるのを知っているんですけれども、その辞任をしないだけのことをしてくださるということでよろしいですか。今私赴任以来いろんな取り組みをしております。そういったことをですね、しっかりとまた継続し、それを完遂して成果を上げるということでありますから、そういった流れの中で、受け取っていただければいいと思います。具体的に何か教えていただけますか。質問になるか。いろいろなことをやっていらっしゃるとおっしゃったんですけれども、復興庁として具体的にその区域外避難のその借り上げ住宅打ち切りに関して具体的に何をされているのか教えてください。ですからさっきも言ったように 国がそういった福島県の取り組みをしっかり窓口になっている福島県をサポートするということで、例えば、いろんな公的住宅のですね、福島県以外にあるものも含めてそういったもののお世話をしたり、そういったことでいろんな形で、支援をしている住宅問題についてはですね。福島県の事業じゃないですよね。島民友の関ですけども、これまでの質問少し被りますけども、原子力災害の被害って目に見えない被害が多くて、逃げるときもですね、避難するときもやっぱ目に見えない方、自然でやっぱり、避難したと。で、帰還するかどうかも含めてですね、家族のあれでも分断ができる。それがやっぱ目に見えない。で、そこから来る苦しみみたいなのがやっぱり目に見えない。という中で、原子力災害の被災者をですね、的確に支援する法体系というのがやはり不足しているんじゃないかと私は思います。先ほどのご指摘もありましたけれども、自然災害に対応する法体系を原子力災害としても当てはめているので、やはりですね、その避難状況が明らかなのに、1年ごとに借り上げる時の期限が来たり、特例措置の期限が来たりして、避難している方の生活や将来設計が不安定になってきたというのは、事実だと思います。で、今回のですね、自主避難、区域外避難者の方の住宅の打ち切りというのもですね、やはりそのような構造の延長にあると私は考えています。で、もしこれから大臣職を続けなるのであればですね、やはり、原子力災害の被害にですね、しっかり対応できる法体系、子どもたち支援法はありますけれども、法体系や運用システムをですね、やはりもう一度見直して、足らざるところがあれば作り直すという姿勢が必要だと思いますけれども、大臣は関係省庁に勧告権を持ちます。いかがお考えでしょうか。この件についてはですね、帰還されない方がどういう理由で、あれどういうこの状況で帰還されないのかということの原因もですね、そういったものをよく分析をしながら、でじゃあどういうところが足りないのかといったことについては、しっかりそこを把握してですね、今後の対策を立てるなりの時の参考にしていきたいというふうに思っています。他の記者会見でですね、その対応ぶり、大臣の対応について、それと、自主避難者に対して自己責任であるというようなですね、そういった発言の2つの問題がありまして、同じ日の夕方に10階のエレベーターホールで対応については感情的になってしまったというような釈明がありましたけれども、その時は、自主避難者の自己責任だというところについては客観的に言ったつもりだというふうに説明されて、撤回しなかったというところが、昨日の国会のですね、議論ではそこはかなり修正されていましたが、この間、どういうような心境の変化、考え方の変化があったのかというのを教えてください。いや、これは別に心境の変化とか考え方の変化じゃなくて、委員会でそういう、質問されて、それについて、きちんと答えたわけでありまして、別に、その夕方の云々でもそういうことを、仮に具体的に聞いていただければ同じことを言ったと思います。同じような質問だったと思うんですけども、
いや、そんなことないです。やっぱり具体的に昨日は委員会では対応質問が出ましたが、それについてきちんと対応したつもりです。では、最後です、ね、新聞の瀬川君です。今回の件で、自主避難者の問題が改めてクローズアップされましたけれども、今、今も起こるかと思いますけれども、それを受けてその自主避難者とされる方々にも校長としての支援策をさらに強化充実しているというお考えです。ですから先、繰り返しになりますが、どういうことで、変えられないのかといった、そういったこともしっかり、分析をしながらですね、でそれについた対応を、今後必要であれば考えるということになると思います。はい、それでは、これで、記者会見を終了いたします。時間の関係でここで終了させていただきます。それで終了いたします。はい。